常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。都知事選アフターカウントダウンということで、まだやってます。はい、例のシールの件、続報があります。今日の内容面白い、興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。まあ、公開情報なんでね、出してしまっていいと思うんですけれども、加藤文博さんがね、いろいろとこのシールの件でね、続報を、はい、いただきました。まあ、というかこれデジタルタトゥーと言ってもいいのかもしれないですけどね。中堅さんという方ね。この人、まあ、蓮舫さんの勝手連の方だと思うんですけれども、蓮舫さんの新宿での凱旋、スピーカーの方々の語りも、連帯する皆さんの熱量やコールも、蓮舫さんの熱い語りも、すべてが最高でした。綺麗だよ、みたいな。安心感しかない。市民でアクティビストのみんなと共に生きようねと集まれる時間も、にもなって本当に救われた。みんなも投票に行ってというこのですね、キラキラしたツイートと合わせてですね、こんな写真が、はい、投稿されてるんですね。まあこれ公開されてるんで別に YouTube 出しても問題ないと思うんですけれども。で、コミュニティノートね、提案されております。はい。で、この後ね、中堅さんこれ言い訳します。こちらのツイート、シールをいろんなところに貼りまくった人たちと思われているようなので、念のためお伝えしておくと、このシールはこの場でもらって写真を撮っただけで、週に貼ったりは一切していません。ご承知おきをということなんですが、まあその場で配っていたということは、じゃあ、これで確定ということで、よろしいですかと、いう話ですね。まあ中堅さんのお仲間の皆さん、ここの今写真写ってる人は貼ってないそうです。はい。なんで、この人たちを攻撃するのはやめてください。でも、それ以外にもたくさんもらってた人が多分いたはずですよね。こうやって不特定多数に配ってたわけですから。ね。で、そいつらのうち何人か一定の確率でですね、まあ、不心得者がいてですね、まあ、その公共の場所に貼り付けることに及んだと、いうことじゃないですかね。推論としてはまあ、こういう形になると思うので、これやっぱり蓮舫さんの責任免れないんじゃないかなと思うんですけれども、加藤文博さん、こんな風におっしゃってます。シールを剥がしてくれ。まさか放置じゃないだろうね、ということで。まあ、そうですよね。さらにですね、参考資料としてですね、はい、この、中堅さんのツイートね、ちゃんとですね、ちゃんとなんていうんですか、魚卓まで、URL ね、ちゃんと貼り付けてくれているという念の入れようです。で、これに対してですね、蓮舫さんのね、反応はこんな感じです。入れ替えよう。こういう反応ですね。はい。まあ、いろいろ皆さん突っ込んでますけどね。タバスコの瓶洗わねえのかとかいろいろ突っ込んでますけど、私は思わずね、綺麗だよ。綺麗だよと。輝いてるよというふうに反応させていただきました。まあ、蓮舫さんですね、選挙終わってからね、なんかこんな感じのキラキラした投稿ばっかり、続けてらっしゃるんですよね。なぜなんだろうっていうのはちょっとよくわかんないんですけど、もう一個ね、ちょっとそのキラキラしたやつがあってね、私思わず綺麗だよって言っちゃったんですけど、これですね。はい。これね。はい。サンキャッチャーというらしいです。なんかああいう意識高い系の人ね、偏差値高い割にね、こういうおまじないとかね、信じて、迷信信じてる人多いんですけれども、おはようございます。お気に入りのサンキャッチャー。しかし、私はどれだけ批判されてもいいと思われてるんでしょうね。男性になら言わない表現、知らないコメンテーターがさもありなんと話す。さすがにひどいと思います。ただ、これらと戦いというのかしら。だそうです。まだこれらと戦いというのかしら。いやいや、別に戦うことは求めないですよ、レモンさん。シールをあなたの支持者が勝手に貼ってたみたいで。で、街頭演説の場で配られていたこともね、あなたのその支持者によってですね、まあ、確認が取れたわけですよ。エビデンスがあったわけですよ。なので、間違いなく街頭演説で勝手連が配布したこのシール、ね、意味がわからないじゃなくて、貼った人は剥がしてくださいって、一言おっしゃるのが、私はいいと思うんで、これ批判になるんですかね。ね、意味がわかんないとか言われちゃうんですかね。いや、これはちょっとどうなのかなと。私はちゃんと綺麗だよってね、これね、これもちゃんと綺麗だよっていう、綺麗だよっていうことが批判になってしまうんですかね。私は綺麗だよって言いましたよね、みたいな。なんか、石丸公文で反論してみたいなというような気もするんですけれども。まあ、こういう感じですね。で、黒坂誠先生ね。はい、黒坂先生がですね、まあ、このエンドユリコ温度ね。まあ、こんなんやって、まあ、大騒ぎしてたわけですけど、これについてね。ね、未来は僕らの手にとかキラキラしたね、投稿されてるですね、弥勒さんという方にですね、
家登り魅力さんというものかな、はい、方にね、このように、黒坂さんがね、お返事書いてます。黒坂さん、誠先生知ってますよね。大阪経済大学のね、共産党ハンターで有名な黒坂誠先生ですけど、こんにちは、魅力さん。日本共産党の活動の一環として、エンドユリコ運動を普及なさっていたかと存じます。しかし、これは逆効果だったのでは、という共産党、日本共産党支援者の方も多少いるようです。気持ち悪いという意見もあります。日本共産党の皆さんには、この踊りに違和感はなかったでしょうかと。いやー、おっしゃる通りですね。結構やっぱ厳しかったかな、これはな。まあこんな感じでですね。まあいろいろと、まあ波及ね、してるんですね、今回のゲーム。で、さらに言うとね、あずまんことあずまひろきさん。はい。今回このシールの件でね、正論ゴール連発ということです。約半日前、12時間前にね、このようにおっしゃってます。R シール問題。このまま放置すると、今後ずっと言われるから、とりあえず自分の支持者がやったことは認めた方がいいのではないだろうか、というふうにおっしゃってます。まさに正論ゴールですよね。で、この件をね、批判だというふうに受け止めて、私はいじめられてるみたいなアピールするのは、これってまた一種の犬笛なんですよね。まあ、ちょっとこれ批判になっちゃいますけどね、そういう意味で言うと。これ犬笛なんですよ。うん、だから、そういうなんかこう、被害者ムーブみたいにしないで、いや、今回この R シールに関してはですね、貼った人が加害者なわけでしょ。ね。で、蓮舫さんが命令したんじゃないっていうのは分かります。はい。私はもうそれはもう体を張って主張したい。これは蓮舫さんが積極的に貼れと命令したシールではない。ね。蓮舫センターが用意したシールでもない。ただし、勝手連の人が用意して、蓮舫さんの街頭演説で配ってたってことは、蓮舫支持者の方が証言してるんですから、これ事実なんですよ。ね。だとすると、まあ私の支持者が私のことをおもんばかってやったんでしょうと。でも、ね。これ公共の場に貼ること自体がね、そういうね、電柱とかそういうとこ貼ること自体がもう、軽犯罪法違反ですし、ね、環境美化の点からも望ましくないので、貼った人は剥がしてもらえませんかと。実際に剥がした人がいてね、ちょっとネットにも上がるんですけど、非常に剥がしにくいノリでついてるみたいで、こう、やってもね、跡が残るみたいな感じなんですよね。これはいかがなものかなと、ほんとね、あずまさんおっしゃる通り、R シール問題、このまま放置すると、必ず、今後、ずっと言われるから、とりあえず自分の支持者がやったということは認めた方がいいと思うと、というふうにね、ツイートされてます。で、私もね、この件についてね、時すでに遅しと、いうことですよね。うん、まあそういうふうに一応、返しておきました。で、さらにね、あずまさんね、もうちょっといいこと言ってまして、これね、これもう答え出てるよと。都知事選のやり方はダメなんだよ。これでも批判を聞かないのって何なんということで。要はその蓮舫さん負けたっていうことはね、もう今回のやり方ダメだったと。ね。ね、それなのにね、その批判を聞かないと、まあさっきの蓮舫さんのツイートじゃないですかね。私のこと批判してる人いるみたいですけど、これとまだ戦いって言うんでしょうかみたいな、ちょっとこうね、亀ムーブですよね。こういうのって何なんと、いうことで、私ね、思わずね、ツイッターで答えました。はい。何なんなぜだ坊やだからさ。いや、坊やじゃないんですけど、坊やだからさってことなのかなと。大変残念だなと、いうふうに思います。で、さらにですね、このタイミングでね、立憲民主党がですね、まあ、レモンさん離党してますけど、立憲民主党ものすごいブーメランをまた放ったということでですね、これ、昨日のニュースですね、4月9日の夕方のニュースですけど、事務所経費などに充てるため、以前から続けてきた、立憲民主党県連の、梅橋茂人県議が、自分代表の政党支部に寄付、所得税の一部の控除を受けると、いうことでですね、自民党まだまだ叩けば誇り出るだろうとね、寄付して税金免れてるとか言ってたんですけど、渦橋さんだ、ごめんなさい、梅橋なんですね、渦橋茂人さんね、がですね、自身が代表が、を務める、党長野県、長野市支部にですね、寄付して所得税の一部の控除を受けていたことが分かりましたと。で、政治資金報告書などね、収支報告書など調べるとですね、2021年に490万円、2022年に430万円を個人名で寄付し、控除を受けてましたと。その後ですね、当、県長野市支部はですね、2021年に360万円、2020年に220万円を渦橋茂人後援会に寄付していると。要は個人で寄付して税金逃れたやつが後援会に流れてきていると。まあ、マネーロンダリングですよね。
これをやってましたと、いうことです。で、法律では、政治家個人が自身の後援会などに寄付しても税の控除対象にはなりませんが、政党支持を経由すると、これね、税の控除を受けられると。制度の穴をついたですね、見事なこのお金の動かし方だったんですが、まあ、これがですね、都知事選の翌日、翌々日か、ね、開票の翌々日に発覚するというですね、まあ、これブーメランというか、なんというかね、すげえなと。まあ、これ名人芸、重要無形文化財かな、みたいなね。すごいなというふうに感じました。はい。で、まあ、こういうね、中ね、まあ、蓮舫さんをエクストリーム擁護しながらね、まあ、東さんがね、おっしゃってるようにね、今回のやり方ダメなんだからさ、と、ちゃんと反省しようよっていうことにね、聞く耳を持たず、エクストリーム擁護をする方は、まあ、後を絶たないと。まあ、そうやってね、選手を甘やかしてもね、チームは強くなんないんですよね。なんでね、もうほんとこういう声やめていただきたいんですが、有名な、ファクトチェッカーのですね、モロコシユリ先生がね、もうこれほんとちょっと擁護なのか、死体蹴りなのかわからないといったですね、ツイートをされてましたんで、これもちょっと皆さんとね、共有したいなと。これはまあ、高校情報なんでね、読んでもいいと思うんですけど、モロコシ先生ね、こんな風に言ってます。はい。蓮舫さんの落選したことについて、多くのメディアや、ネトウヨが、逃げちゃダメなんですかという映像を掘り起こす。全くもって、見当違いは甚だしい。あの発言は、1位じゃなきゃいけない理由は、と、1位について発言しているのであって、今回2位でもない3位の蓮舫さんについては、全く関係のない領域です、ということで。なるほど。今回3位だったんで、2位じゃダメなんですかってのは、関係ないんですね。3位だったから。ちょっと待てと。もうこの件で蓮舫さんをこれ以上傷つけるのはやめた方がいいんじゃないか。これなんかあんまり用語になっていないような、このですね、投稿に対してもですね、いろんなレスついてまして、3位なんて論外ですもんねというふうにレスがついてます。で、これに対してですね、またモロコシ先生がね、そのレスに対してまたレスしてるんですよ。はい、不正選挙がなければの話ですけどねと。仮に不正選挙がなかったとして、野党第一党の元代表であり、過去に政権中枢にいて、メディアにも活発に露出、非常に早くから選挙運動を始め、いや、それ事前運動でしょ。大川先生。非常に早くから選挙運動を始めて、事前運動じゃないですかみたいな。すごいな。事前運動を始め、共産党と立憲民主党の熱い支持を受けながら、演説には超大物政治家が何度も駆けつけていたような人が3位なら論外ですが、ということ。すごいですね。てんこ盛りですね。不正選挙に、非常に早く選挙運動を始め。いや、これ、すごいなと。このレッスンに対してはですね。いや、もう皆さん、まあ、大盛り上がりと、いうことでですね。まあ、擁護風死体蹴りとかね、いろんな、なんかね、もう傷をえぐるのはやめてあげて、とかですね。すごいですねと。文章が精緻で、絶妙に嫌味をかましてるあたり、やっぱり天才とかですね。落とし方に品がありますね。いい選手ですね、というですね。いやーもうすごいですね。オーバーキル、オーバーキルとか。確かにその通りです。お見事ですか。ワロタとかですね。最後華麗に踏み潰しましたねと。R の金が書かれたステッカーをとかですね。もうすごいですね。3位だから2位ですらないですもんね、というですね。まあ、素晴らしいレスが、飛んでおります。はい。まあ、ひいきの引き倒し。ね。無能な味方は最大の敵みたいなんですね。厄介ですね。やっぱりね、これね。すごいことになったなと、いうふうに思いました。まあ、蓮舫さんね、この後ね、まあ、どの面下げて東京26区だみたいなこともね、言われてますけど、今後の出方にはね、まあ、大変注目かなと、いうことでね、実はね、この件についてね、元というか前ですね、前の東京都知事だった舛添要一さんとね、楽町チャンネルで、対談してきました。結構長いです。1時間半ぐらいね。はい。まあ、舛添さんと対談したことはね、舛添なんてなんとかっていう人いますけど、前東京都知事ですから、まあそれなりに知見をね、ちゃんとお持ちです。はい。で、選挙の経験もある人ですよ。元当事者ですよ、都知事選の。こういう方にね、まあ、いろいろそのお話聞くっていうのはね、オーラルヒストリー的にもね、資料的価値もあるんじゃないかなということでね、いろいろ忌憚のない、こうね、ご意見をお伺いしました。はい。楽町チャンネルでですね、今日の夜と明日、2日連続でですね、まあ、この選挙全体の、まあ、なんて言うんでしょうね、選挙、まあ、状況分析というかね、今回の結果分析ですね、と、まあ、今後ですね、まあ、その、
小池さんはまあ、都知事になったわけですけど、それ以外のね、落選した候補者たち、今後どういうふうに展開していくのか、みたいな話も含めてですね、元日本テレビの政治記者のね、青山さんと、司会にですね、青山さんの司会に、まあ、3人でですね、まあ、定談という形でですね、大いに語りましたので、ぜひね、ラクマチャンネルの方をご覧いただけると嬉しいな、というふうに思っております。ということで、今日の内容面白い、興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想などを書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで拡散の方をお願いします。それから最後に私のこと特に応援したいという方はね、Thanks ボタンと私がやってるオンラインサロン、八重洲イブニングラボの方にお越しください。実はですね、八重洲イブニングラボではもっと深い分析をしてまして、昨日ね、経済学者の飯田康之先生にお越しいただきましてね、経済理論で今回の、この石丸現象ね、まあ、特に石丸現象ですけど読み解けるんです。完璧にもう本当にミッションディスクが焼き切れるぐらい、耐えられるんです。はい、ぜひねこれもね非常にいいお話で、間もなくオーディオブック公開されるので、今プレミアム会員で入っていただくと追加費用なしでですね、昨日の講演会全部聞けますので、よかったらですねぜひ八重洲イブニングラボの方にお越しください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ガオー。